全国麻雀ファンの皆様こんにちは。ただいまより第40期前期鳳凰戦 B1 リーグセレクトダック最終節の2回戦の模様をお届けしたいと思います。司会実況は私畑田月です。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説は藤崎聡プロにお越しいただきました。藤崎プロ、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第41期前期鳳凰戦 B1 リーグ最終節2回戦投杯の開始です。立ち合いに古橋隆の合図で対局がスタートいたしました。2回戦の並びはちーちゃに鈴木大輔、なんちゃに秋、シャーちゃに高木、ペーちゃに猿川の順番となります。なおルールは一発ドラドラ、カンダロンない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。それでは藤崎プロ、2回戦もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。とにかくドラがチリピンとなります。さっきなんちゃでなんがといつ、シャーもといつ、ドラ表示杯のカンチャンスポイント、はい、嬉しいですね。カンローピン入りました。3ワンをアンコンにしたのは高木、あ、サルカードラドラ、はい、さあドラドラとトンがといつと、秋さんも何本とかしていけばね簡単に上がれそうなんだけど、はい、この手を2先手にしていいかどうか、そこら辺が迷うところですか。これがね、はい、第一節とかならもう間違いなくポンだと思うんですけど、はい、どうなんでしょうね。先ほど1回戦はですね2着でトップでしたね。あ、トップで失礼しました、はい、はい、トップでプラスポイントとなりました。さあこのトーン猿川が泣いていきました、はい、ドラドラの猿川なので、まあ1回戦目の結果から見るとね、はい、あの僕から見るとですよ、僕から見ると、はい、教えてください。僕から見ると大輔さんは OK で、はい、他の3人はちょっと不服な1回戦目になったかなって感じするんですけ ど、はい、まあ、おそらく大輔さんも沈んでるんで不服なんでしょうね。はい、そうですね、で全員不服な1回戦目、全員不服な1回戦、そんなことあります。さあこの何ですね、やっぱ1枚目泣かなかったですね。2枚目はない、はい、これは泣きました。難しいよね。難しいですね。条件戦じゃなければもう1枚目からボンでいいんでしょうけどね、はい、もうピンフ の渡りもあったので、はい、1枚はスルーしたんだけど2枚スルーはやりすぎかなっていうことでした、ね、やってないぞということでしたね。さあ何を泣いていいシャンテンとなったのは秋だ。これは総図待ちに絞って、はい、マンズの両面落としなんで、あれは想像の本質に見えるでしょうけどね。ですね、皮を見てもそうですし、両面落としたと。さあ一歩前進だ。これは なんでこうしたのかね。はい、普通はね、想像の両面どっちか嫌うのが普通でね。ですね、はい、高く見せたらちょっとさばき手の場合は損だもんね。はい、安いから気兼ねなく打ってねって言った方が多分得ですもんね。周りの、ね、目からもそう、うわーこれまたいいとこ入りました、はい、カウンソ入ってきた、いいシャンテン、テンパイじゃん、テンパイか、失礼しました、カンサンワンのテンパイですね、はい、大変失礼いたしました。四五郎の渡りを見てます、ね、見てますか。三万良さそうに見えるけど四五郎があるからな、まあ、実際高木さんあんこなんでね、そうですね、よくはないんですけど、よくは見えると思うんですよね。はい、こちらにあんことなっております。リャンソ、さあリャンソとなりました。こちら歩も上がりまして5200のテンパイとなりました。猿川勘ありますか。ない、勘、ね、はないですか。はい、あの5200十分なんで、わざわざ目立ちに来たくない、はい、さあもうテンパイしてるリャンソ、ってことは大輔はこれウーマンなんか引いた日にはもうリーチ行くんですか。ローマン引いてもリーチじゃないですか、はい、ウーマン2枚切れましたけどね。ですね、いや劣勢だね、高木さんきついね今日は、はい、1回戦目20だもんね、マイナス、大きなマイナスですよね。やっぱ50は勝ちたいから、そうするとあと半チャン3回で70勝たなきゃないもんね。70は結構ね、このルールではね、まあ、ほぼ3連勝条件でどっかに大きいトップ一発欲しいねっていう感じですよね、はい、ですね、6万点とか5万点の。さあこの白切っていきました、白ションパイ、うん、サルちゃんだけは嫌だね、はい、何せ補充したら下が見えるからね。さあこれで想像を引いてリャンワン切りで一度テンパイを崩しました。
三ワン、これで山に三ワンはありません、はい、まあまあもう三ワン待ちの天敗ではなくなったんですけどね、はい、何を持ってくるスーピン、これはつもぎり、はい、まあ、ただ馬の馬引いたら宝珠になるでしょうね、はい、現在イースーソーで天敗の秋がいる、サルカーがつも上がりしました、はい、トンドラドラ1300-2600の上がり、ホッとするね、ホッとしますねこれはこのルールの1300-2600はもう大きいですもんね、しかもね、はい、サルちゃんだけかっていうと失礼な言い方だけど、はい、この4人の中でサルちゃんだけがきつい条件戦を戦ってますから、ね、今現状ですね、はい、あの上を目指す戦いっていうのはね、はい、やってて楽しいんですよ、楽しい、楽しいです ね、はい、残留を目指す戦いっていうのはね、胃が痛くなりますもんね、最終節楽しくもなんともないですから、ね、はい、嫌だな感じしかないですもんねさあ今回のドラが3品となります、親は秋と2曲です、ランチャの高木白を統一に、サルカはピンズが2統一、これをどうしていくか、今3統一ありました、言葉悪いけど高木さんここも沈むようだと、あとはもう2回相当消化試合だよね、はい、多分ね、うん、ここの2回戦でのプラスが本当に大事ということですね、そうね、はい、だってプラスだけでも多分足りないもんね、普通に考えればね、ですね、足りそうですね、はい、やっぱトップは欲しいけど、はい、まあ、最低でも浮きって感じですよね、ですね、でおそらく、はい、あの1回戦目終わった時に立川さんと伊藤さんの展望を確認行ったと思うんですけど、間違いなく、はい、あの時点で立川さんが34,000点ぐらいって言ってたので、はい、浮いてましたからね、これ浮かれるとまた差が開いてね、ちょっとどうするかというところになります ね、うん、最終的にどう終わったかはね、はい、ちょっと終わり次第情報は入ってくるんだと思うんですが、はい、また速報が出てくると思いますのでお待ちくださいはあ、親の秋は一気通貫目指しているところ、高木は何も統一になりましたね、そうね、ただこれね普通に泣いていくのかどうかというところ、まあでもとりあえずドラを使えて役役ドラ1が見えてくればね、はい、泣きやすいですけど、うんうん、現状そのドラの周りは何もないと、はい、まあ、これはパーピンローピンとかになりそうですね、はい、さあこれはパーピンを選択、はい、これで本一も若干見えてきましたね、はい、さあサルカーのこちらでも今4統一、はい、これはもうチート一方面ですか、うん、だからなんだろう、これが第一節であれば高木さんの手もね、はい、とりあえず役役本一なり役役ドラとか目指してね、はい、ポンって泣いていって結局それにならなくて最終的に1000点になっても、はい、まあとりあえず親流せればいいよねっていうのが普通なんですよ、ですね、普通なんですよね、はい、ただ条件戦なの で、 そ、 で、ね、はい、それでいいのかって今日はなりますから、ね、はい、どうしてもね、そこね、これ急走響き難しいですね、想像の方に行くのかどうかというところでしたが、うん、ウーソーを切ってこちらはですね国士無双の方にと、タイヤは確定してない、6チッパは消せない、さあどうしよう、でもまあタイヤ方面に行きましたね、うん、はい、あでもローピン3切れかですね、さあこれでドラが使えますよ、これで1泣きはしづらくなったね、これ厄介ドラ1だもんね、はい、これだとね、そうですね、今のところ厄役ドラ1の形じゃないので、まあただちょっと変われば厄役ドラ1の形にはなるからな、はい、さあ一気通過の方を見ていきますか、まずは1通を残しながらですか、あこれ嬉しい、これ嬉しいですね、これは嬉しい、これはもう仕掛けなくなりましたね、はい、漫画引きに行きますね、行きましょう、ここはさあただ大輔が何を1枚持っている、もう何いらないですね、なあ失礼しました、両面3面ちゃんでリーチとツモで2,400円ですからね、はい、さあ数漫画お帰りなさいしました、さあサボロッキューソーリャンウピンですね失礼しました、サルカーもいいシャンテン、さあこのハクワションパイ高木があんこで持っているハイ、うわーいい方のリーチですか、ローソーが2枚切れ、まあでもいい方のリーチ、はい、リャンピンドラ表示兵ですからね、ですね、これ持ってきたの嬉しい、あー急走ここに来た、さあただテンパイですからね、3ピンのテンパイ、
小さつえなと思った。天敗なのね。天敗です。うわ、3品2山じゃないの。これサブラ9層より多いんじゃない。老層が残り1枚、9層が残り1枚。まさか3層もありませんね。結構ね、3層2枚ですか、1枚切れてますか。111の3枚、3対2、はい、ギリギリサブラ9層が多い。サブラ9層の方が多いです。ギリギリです。え、老層ゼロじゃない。ローソンゼロですか。あ、本当ですね。ローソン2枚切れで50芯で1枚ですね。失礼しました。 3と9がだから互角1枚ずつ2対2 互角の戦い。いや、これ秋をどうする。ただサルちゃんはどこまでもじゃないと思うんだよね。どっかで引くもあるからね。はい、これ高木さんのリーチがさ、はい、数万三万の両面嫌ってリーチなんで、はい、多分安くないんですよ。多分安くないと。はい、その通りですもんね。実際はリーチ博ドラと打点は十分。ああ三蔵か。どこまでも行くんですか。はい、行きました。さあ三蔵、これが当たりとなりまして、リーチ博ドラですね。はい、5200点。ドラ短期でリーチ行けない時点で普通の人は戦えないんですけどね。そうですよね、はい、安全牌とか切っていくところですが、行きましたね。まさにまあ一文字、まあ小さい1枚ぐらいまでは分かりますけどね、はい、この賛同ですからね。普通の人は日和なんですけど。そうですね、らしいね、はい、打ち抜きましたね。ですね、最後までというところでございました。うん、あれ、はい、ね、最終節の条件戦じゃなければリーチ行ってるでしょ。だって3品で、ね、そうですよね、はい、闇点があんまりそれほど大きな意味をなさないので、はい。さあ、そしてトン3曲、親は高木、ドラがシャーとなります。いや、ただせっかくもらった5に50は痛いね。痛いですね。回収されましたか。これ沈むと残り2回やっぱまた勝負がけになっちゃうもんね。はい、お母さんもね。さあ、秋いい手ですか。これは 1,2,3 の3色とちゃんたが見える。じゅんちゃんか、失礼しました、じゅんちゃんが見えるぞ。まあ、ただ秋さんもチーズで3900ってわけにはいかないでしょうから。ですね、ここね。そう考えると狭いから時間はかかりますからね、はい、3900ってダメってことではないんだけど、でもないですけどもね、はい、まあ、秋さんとしてはね、はい、まかり間違って100勝てないかしらっていう今戦いをやってますから。そうですね。さあ、大輔トンも統一になった、うん、役トイトイもあるかどうかというところですか。あるね。はい、あるね。ありますね。3泣きました、このトン。まあ、ただ最悪ヤクヤクに妥協してもっていうのはあると思うけどね。はい、長瀬残ってるトイトイが3と3ですからね。ですね。さあ、ここでシャアをどう扱っていくかというところ。たい、あ、これシャア切りました。ドラのシャア強くいきましたね。そうね、はい、しかもポンって言われても降りないでしょうからね。ですね、最後までいきます。さあ、秋入ってこない。高木さんは今日は立ち位置はそういう立ち位置ですよね。はい、うわ、ちょっと違うぞこれは。これは連チャン狙いで妥協してパスを切りますか、はい、妥協しない、しない、数層切り。ただこれだと三蔵ンコインとかね、はい、4枚目のローピン引いてこないと単陽三色にならない、ならないですね、はい。なかなか難しいとこ引いてしまいましたか、うん、さあ、これどっちを見るか、789なのか123なのか。チーソーは1枚切れ。さあ、この3品ポンできました、大輔。うん、両ピン2枚切れだったってことですか。はい、こだわるね、トイトイに。通奏の方切りました、ね、はい。210ポイント持ってる人の技とは思えない。全然違いますね。やっぱ最後の最後まで鈴木流にこだわる、ね、はい、いいですよね、うん。まあ、そ、ああ、すそ、まあまあまあ、でも、はい、あそこでイーマン打ってね、はい、まあ、2600でもいいやっていう麻雀はファンの人も見たくないでしょうから。そうですね、はい、これこそ鈴木大輔ですよね。あき、うん、さん3色は崩れたけど、じゅんちゃんイーシャンテンですか。はい、さあ、こちらですね。おお、これはどうしていくかというところ。 E ピンは2枚切れ、この E ピンはいらない。3万が残り1枚、これ誰に行くか、はい、ですね、引き合いですよね。大勝負だね。はい、大輔に行くのか秋に行くかでだいぶ違うぞ。で、高木さんに
ったら打たれそうだからポンされるもんね。はい、ポンはいかんですね。うん、リアンワンだった。高木さんは折りなしなので3枚引こうが何しようが全部いくと思うんですよね。はい、サナに持ってくる何はいらない。チーピンも意外にですか。さあチーピンはまだ2枚いるか。今は1枚しかいない。はい、リャンマン3枚切れてイーマンションパイなんでね、はい、ちょっといかにも嫌は嫌です。嫌ですね。いや吐くから行こうとしてんのでしょうかね。ションパイですけど、はい、イーピンからでしょう。この考えてる感じは吐くから行く可能性ありますか。あるんじゃないですか、ね、ありますか。あ、これイーピン、これイーピンですか。はい、さあイーピンの方を選択。あの、はい、普段の飽きさならないかもしれないですよ。ですね。今日の条件戦はありますよね、はい、この条件ってやっぱ難しいですね、うん、ちょっと変わった打ち方やっぱしなきゃいけないといつもより難しい。考えれば難しいだけで簡単じゃないですか、はい、100勝てなきゃ負けも一緒みたいな戦いなんで、結局清々しいというと、うん、おー、これも重ねんのか。チーピン、チーピン残り1枚いますからね。3はもう1枚。はい、さあテンパいきまして親の高木からリーチが入りました。町はうっぱっそと。ドラのシャーも1枚しか見えてない。はい、白も見えてないから役役といても怖い。うわあ、ローソーバシッと切っていきましたね、はい、いくでしょうそれは、ね、はい、この状況ね。はい、しかも5枚切れのうっぱっそのリのみ、リのみですね。はい、ただ5枚切れです。これが条件戦だよね。あ、難しい。いや、もうリーチの一手ですからね、はい、必ずね。あわよくば大輔さん降りてと思ってたらローソンビシッと来られてね、はい、いや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 、違うこれ違うじゃんっていいじゃん降りてくれても、ここちょうだいよってなりますよね、はい、さあ大輔はテンパイしているぞ。レンチャンさせてよ。どうだ。あ、ただウッパソー誰も持ってない、ね、そうなんですよ、はい、5枚切れの3山ですね。はい、3山引き算だ方正解。はい、さあ5枚いますよ。ただね、3ワンとチーピンも2枚はいますから、うん、あ、パーソン減った。2対2、また2対2いい勝負になった。これでサルカーもいいシャンテンだ。すまん、これは入った方。さあパーソンどうでしょうか。どっちもいない。いや、高木さんも上がれないのはいいけど負けるわけにはいかないね。あ、チーピン、はい、チーピンが1個減りました。レンチャンはしたいね。はい、残り1巡レンチャンしたい。振り込みだけはやってないですね、うん、3は残り1枚、ウッパソ2枚、あーセーフ。はい、背手ですね。背手のウッパソはさすがにやめるかな。背手3はちょっと嫌ですね。あー横、はい、さあこれでテンパイが、2人となりましたか。まあ、高木さんからするとね、はい、3枚も山にいるとは思ってないでしょうから、ふーって感じですね。ふーですね。セーフみたいな。よかったです。さあ高木の親番は連チャンします。高木と大輔の2人転敗です。で大輔さんが声明してられてね、はい、漫画はあるよね、でもしょうがないじゃん、こっちはリーチするしかないんだからさ、はい、みたいな。勘弁してくださいよ。行くしかないんだからみたいな。ちょっといい表情してますね。さあさあさあ、そしてですね、高木の親番は続行トン三脚一本馬、京卓には1000点。今回のドラがこちら E1 となります。はい、1回4000オールドが引いてしまうとね、はい、視界が開けるんだけどね。ですね。その4000オールにつながるまで一生懸命粘っていくしかないよね。はい、ただこれ4000オールちょっと見えそうではあります。いいとこ入ってくれば、うん、技術もいいペコトラと3100オール、ね、はい、親つなぐことも大事なんで、はい、あんまり狙いすぎない方がいいですよね。はい、入り方次第と。さあサルカはもうドラの E1 1枚差し子が見える、どうするか、うん、どっかで4000オール 2,3 回は引かなきゃないんだけどね。はい、まだ考えようによっては親は6回ありますから、ね、まあそうです、考えようによってはこれが終わってもまだ5回ありますからね、はいはい、もうこれ選択どうするか。今でもいいような気しますけど、はい、これは三蔵となりましたか。あ、ここはサルちゃんか。はい、
騒ぎ、ジャン島が。そうね、サルカスもそんなに打点にこだわるよりはちょっとスピードの方が大事な局面には見えますけど。はい、現在は3万点以下となってしまっているサルカワと。いて。ただ言いに来た時ってね、はい、ポンって言われるのが嫌だからね。嫌ですね。このイーワンをいつ話せるか、またリャンワン引けるかどうか、うん、いいとこ引いた。これもうどうですか、イーワンの言ってたと思うけどね、はい、うわ決めた形、イーワン切らないんですって。うわこれいいとこ入ってきた。だってね、サルちゃん差し込む3色だからリャンワン引いても嬉しくないんだから。いや嬉しくないですよね。イーワン重ねるしか嬉しくないからね、はい、重ねることを考えて残して、あらららら、うわすごいですね。いいシャンテンだ、はい、金もいいシャンテン、カンウピン、そしてカンチーピン、そしてトンを重ねました。トン1枚切れどうするのかな、泣くのかな、泣きますかね、まだトン場ですからね、どうするか。泣くといいシャンテンはいいシャンテンだけどめっちゃ広くはなりますね。はい、ここで E1 を切りました、サルカは、うん、一応カンロウソウでもピンクのタイプと。はい、でも貫禄嫌ですね。まあでもね、はい、闇点で先点の天敗入れながら手代わり待ってるから、はい、決して悪くはないと思います。うん、今のリャンゾーはダメですか。いやリャンゾー切る方が普通だな。はい、なんで安全度だ、安全度か、うん、三蔵が今自己自身から3枚見えてますからね、うん、いやでもここまでね頑張ったんだったら、はい、ちょっとリャンゾー聞いたかったけど、これで正解ですか。はい、さあこれはリーチするか悩んでるんでしょうか。それともどっち、一旦どっちに取るか、どっちでもリーチはないですね。あ、はい、失礼しました。パーソーは2差しと差し後どっちも手が割りあるんですよね。そうですね、だから急走を切っておくと、急走か運走を切ると2差しの手が割りなんですよね。はい、でリャンズを切るとウーマンの差し後の手が割りなんですよね。んお、勘ですか。しない、ね、立たなくてもいいかと。はい、ってことはリーチする気ないのかな。ですかね。三ピンとか引いてきてもらどうですか。三面ちゃんにはなりますが、いや俺のイメージはリーチなんですよね。関しないってことはリーチしないかもしれないね。はい、ここ潜るとあの目立ちたくないっていうことですからね、はい、さあイーシャンテン、このベンチピンのリーチも嫌だけどな、はい、闇点ってわけにいかないでしょ。いかないですよね。チーピンから引いてくれればいいけど、はい、まあ、またリアンソー5枚切れだ。え、6枚目切れちゃった、ね、切れましたね。やだよこれ、なんか親番でなんかよくあるもどかしいやつな気がするんですよね。あ、さあこれパーソーつま上がりましたね、うん、まあ一安心じゃないですか。はい、つものみとなります。さあ300、500は400、600の上がりとなりました。うん、まああのさばいていけば、はい、さばきで決まるようなら最終的にプラスは取れそうですからね。はい、本当についてない時はもうさばきが全く決まりませんから、ね、決まりませんね、うん、はい。さあそしてです、トン4局となりました。親は猿川、今回のドラが白となります。ちょっと大輔さんの天敗見たかったね。見たかったですね。3ピン、サブロ9ピンと、闇天は飛び込んだ人事件だからね。いや事件ですよ。一気通過までついてしまった時はもっと ねさらにですよ。さあこちらも白が1枚大助。さあ秋の手はこちらシャーシャでシャーが統一。浮いて、はい、今現在速報が来まして1回戦は全て終了したということで、こちらに表を出しますということです。さあこちらがですね、1回戦全て終わった状態での表となります。立川さんがちょっとポイント伸ばして、はい、ですね、12.7 ポイントプラス。伊藤哲也さんがちょっと沈んだので、はい、少し開きましたか。ですね、はい。ただ直体あと3回残して50弱の差なんでね、はい、まだまだですね。うん、高木はどうでしょうか。このね2弱まで行くかどうかというところは、うん、まあ、この曲次第と。まあやっぱトップは欲しいね。ですね。だって、え、80ぐらい空いてたってことだもんね。はい、そうですね、うん、120と40ちょっとなので。で立川さんがこの後伸ばせないとは限らないからね。やっぱ立川さん伸ばす可能性もあることが考えて、やっぱトップだよね、はい、ですか。
ただのトップじゃね、はい、全然足りないですが、トップを取ればつながるんでね、はい、つながると、ね、はい。さあこちらも現在トン4曲となっております。さあこの白ですね、はい、各3名に白いますが、いつ誰が切るのか、それとも誰が重ねるのかというところ、うん、そうね、一番切れなさそうなアキさんだけ持ってないからね。はい、そうですね、うん、他の3人は条件を考えると誰が打ってもおかしくないね、はい、うん、まあ手次第ですけど、手次第というと ここは今んとこ手が悪すぎるもんね。はい、ただピンズで伸びています、告白重ねたいところ、うん、まあ本一に行くんでしょうね。はい、さあ親のサルカーも何を切る、これ注意引いてちょっと考えましたか、これはベギーリー、うん、将来の安牌ですか、うん、サルカーさんはトータルポイント的にはね、はい、白めっちゃ切りづらい立場なんだけど、親番っていうね強みがあるから、ね、ありますね、はい、うわまたピンズだ、うん、これはマンズまっすぐ払うんじゃないですか。はい、さあ9番で少し考えてみますか、チューン、これは2枚切れの牌ですね、うん、安全牌でしたね。はい、サーキがいい、おーっと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 、これは白打つときはメンチンになってる、メンチンですね、メンまでは必要ないから仕掛けるかもと思うんですけど、はい、さあ大輔どうする、これで 白でもいいですか、白はすいません、切りません、一品でもないですね、はい、一品ですね、ってことはあの一品切っといてね、はい、リアンマカ3品出たらポンして、はい、単葉の先天ですっていうのは眼中にないということですね。ですね、はい、やはりねこれはね大助節というところですか、で単品3色にするなら3品は2枚必要ないからね、はい、そういうことですね、今のうちにじゃあ先に1枚切っとこうかみたいな、ね、はい、さあこれでアッキーが天敗とはなりました、カンウソ、いや高木さん裁かれたくない、ね、とりあえずイシャンテにしたい、ここただイーシャンテンとかになった瞬間にね、はい、ああいうのツモって言われて300、500って言われるとガクッときますからね、ガクッときますよ本当にいやこのチームはもう難しいですね、絶対マンズ残さないですしね、でも一気使ったか、この順目まで切るとサルちゃんもポンって言われる覚悟があってもね、はい、ローンって言われる可能性ある箔はなかなか切りづらいね。さあいいシャンテンまで来たぞ、このシャア鳴きまして、これで老朽層ですか、なるほど役割、はい役割となりました、うわー急層無理無理、これの急層無理ださあこれが秋の上がりとなりました、シャア先天の上がり、これの急層無理ですね、まあただ先天ですんでよかったと思いましょう、はい、ここはね あと一歩まで来ましたが、なんか手はね、はい、一生懸命作るんだけど、はい、ってか手は入るんだけどちょっとスピード追いついてないね、そうですね、密封な感じはちょっとしますね、ただ、はい、こういう時って一発決まると一気にいくから、ね、いやそうですね、門が開くって僕は言ってるんですけど、はい、さあ今回難1曲ドラが3品となります、親は鈴木大輔、さあ3品のドラの受けありますので他も良さそうですか、どうでしょうか、さっきマンズがいい形となっているか、一気通貫見るかどうかのところ、高木は想像を埋めローピントイツ、ちょっと想像に寄ってってくれないとあまりいい点にはなんないかもしれないね、はい、あサルカスピード感あるね、はい、シャードを切っていきました、まあ2000点26でもいいんでしょうけど、はい、よく言えばドラ使いたいねですね、さあこのドラの3品が少し浮いている形、大輔一歩前進、まあ、猿川さんはね、はい、ここから30ぐらい沈まなきゃいいっていう条件の人とね、高木さんみたいにこっから50勝たなきゃないっていう条件の人は当然打ち方全然違うんで、ね、ですね、違いますね、ただ、はい、気持ち的に楽なのは高木さんの、ね、あそうですね、気持ち的にはそうですね上の方の争いなんでね、はいはい、さあサルカーもここね3万点以下切ってしまってマイナスになるとちょっと苦しくなりますんで、苦しいっていうか寒くなるよ、ね、寒くなる、ね、寒くなる、はい、
夏なのに、夏なのにこんな暑いのに、外はこの炎天下で、ね、はい、寒いみたいな。そうですね、ここねちょっと死守したいところではあります、うん、ただ現状展望はそこまで動いてない状態とね。あんまり言ってるとお猿さんが温泉に入ってる映画ちょっと浮かんできますけど、ね、いやほっこりしますね、はい、さあ泣いていきましたか。これ26億円の仕掛けになります、ね、はい、ローピンの地位から入りました、うん、なるほど、この人の親うるせえから終わらせとこうかってことですか。これはチームメイトの親ですね、はい、キューピン三昧って言ってましたね。あ、はい、これは泣きますか。泣きたくないけど、はい、はい、渋ですか。なんか26もったいないもんね。もったいないです、はい、学校的にはね、はい、かといってドラ重なったりすると漫画になるんだけど、今度は上がりが相当難しくなるもんね。難しくなってしまうと。さあこの難、うん、この難をサルカーがポンしまして、これで天敗リャンピンですか。はい、あと白を出た時ポンしてイーマンとかいるかどうかですけど、あっさり出ました。はい、このウーピンが出まして上がりとなりました。なんドラ1 2600点の上がり。あれやりづらいんだよね、あれやりづらい。白出てポンって言ってイーマン切って、はい、2600を3900にするために 3つさらすとかあんのかっていう感じになりますからね、はい、守備力もねだいぶ落ちてしまいますし、守備力皆無になります、ね、はい、皆無ですか。さあそして何2曲となります。親はキドラがパーピン、それがもうこれで3万3000点ちょっとにもいったと、うん、ただまだもうちょっと欲しいですか、はい、まあ、小さいながらもトップ取ると33ってことは半チャン2回で、あと50沈まなきゃいいから、はい、ちっちゃくてもトップ取れるとだいぶ楽ですね。楽になると、ね、はい。さあ鈴木なんちゃでダブナン統一ですか。高木さんですか。あ、高木さん失礼しました、うん、このなん、さあ1枚目から仕掛けていきました高木、うん、これもいいシャンテンですもんね。はい、やむなしですか。やむなしですか。もう強情肉なら嘘を切ってね、はい、チーピンにドラくっつけてくっつけば残機になるよねっていうのもありましたけど、はい、そこは取らなかったと。ここは2000点やむなしと。高木は現在いいシャンテン、そして親の秋はドラが1枚ありますが、うん、ウーマンが重なった。うーん、秋さんもここ沈むようだと昇級はギブアップでしょうね、はい、うん、そうですね、やっぱ下の方が近いですからね、はい、上よりね。そうするともう寒い目に合わないように曲を進める麻雀になりそうですけどね、はい、そうですね。前回の40期後期では最後のオーラスで秋が積もって羽マン積もってギリギリ残ったと、うん、そうですね、はい、うん、やはり圧倒的に高木が早い。そう、馬あんこになりました。ただこっからどうするかですよね。うーん、一枚切りの白、まあ昇級の方をね、はい、諦めてないんであれば秋さん折りなしの親に近いんだけど、はい、もう下茶のダブナン入って、はい、ギブアップもありえるよね。ありえますね、打ち込みも嫌ですもんね、ドラ1個あったりとか。いやだってダブナンポンしてチーピン打たれてますからね。そうですね、2巡目のチーピンですからね、はい、これドラドラの可能性も全然あるということですよね。結構ある形なんで、はい、あのドラ持ってないケースの方が少ないですよ。チーピン先打ちからの6球ピンの形持ってるとかね、はい、なんかそういうケースが多いので1枚以上は絶対ありそうと。3900か7700のイメージだと思うんですよね、はい、周りは。7700はちょっともう厳しいですね、打てないですね。7700放銃して秋さんが寒くなるわけではないけど、はい、上はもうなくなってしまうと、はい、ちょっと 寒くはなるもんね、はい。さあこのチーピンつもぎり、しかし天板内ってどういうこと。意外にスッチソーいそうなんですけどね、スーソーなんか山に3はいますね。リャンウピンもね、あの時点ではすげえいっぱいいたんですけど、はい、まだ天敗はせずです。リャンウピン全部減ってますね。あ、これウーピン打ちあるね、統一系見てね、はい。さ、これは初からと。あ、安全牌をなくした、はい。いや、これもまだ天敗しない。ウーソーから切っておきたいけどね、はい。スチッソーよりリャンオピの方が強いと見たってことか。なんか切
険度でいくとあのリアムソン持ってたくないけどね、4枚そうですね、将来的にも、うん、ご自分で4枚あ、これ、はい、これで泣けましたか。これは相当嘘もありですね。ですか、はい。シティソーサブロス層、あとカンパス層、はい、カンリアン像とかマタギのものとか、あとドラと三蔵のシャンポンとか、はい、ああそうですね、ありますね。はい、そのチーピンも光ってますし、下げて街はスーチーソーと、ただ 50% ぐらいの確率でサブロスソーかスチーソー、はいはい。この数層まだ3枚チーソーが1枚ですね、まだ4枚は残ってますよ山に。秋さんパーソーは押した、押しましたか、はい、2枚切れてんだから甘露層にするでしょってことですか。はい、これで数層が残り3枚と。秋さんはでも数層も一勝負いきそうだね。切りますか、このパーソーを切った方は数層もいきそうと、うん、これだって数層になったらパーピン9ピンパーピンっていくでしょうか。はい、あ、これチートイツ固定と、はい、さすがに数層は間に合わないと、はい、リアンシャンプーもこれね、はい、さあチートイツであればもういいシャンテンとなりました。テンパイするかどうか。ただチートイに行ったってことは、はい、サブロッソとスチソ、これは絶対切らない、これは切らないと、これはパワーワンから、はい、あれスチソ、あ、これで三蔵が切れました。両面なら2分1が消えたね、消えましたね、ということはですか。両面なら、両面なら1分の1になる、はい、高確率のスチソですね。さあまだシャンポンもあるかもしれない、これは嬉しい、キューピンが1枚切れですか。うわ、さあ数層積も上がりしました。ダブナンとなります。500銭の上がり、ちょっと秋これパーピン重なったらね、うん、やる気マックスになったんですが、ただほっとしたね、時間かかりすぎだもんね。いやそうですね、ダブナンポンしても完全にインシャンテンって言われる形のインシャンテンですからね、はい、2巡目にね、ああいう時も誰かからなんか2軒に1ぐらい来そうな感じですよね。自分でドラまだ持ってれば少しは安心感あるんだけど、そうですね、ドラないからね、はい、相手の誰かがドラ持ってますからね。そうですよね、怖い怖いです。さあこれでですね、はい、難3局となります。今回のドラがパーマン、親は高木、高木の手はこちら。さあ3トイツ、うんうん、中寄りですね。中打点一発上がれると折りなしの親になりそうですけど、はい、ここは沈んだら嫌だからね、全部勝負も行きづらいね、行きづらいですね。さあ大好きはドラが1枚、うん、秋はチューンがトイツ、はい、他にメンツはなし。ただそうね、あとはい60ポイントぐらい浮かなきゃないからね。ですね、やっぱり沈んじゃうの怖いけど全部いくのかな、はい。さあシャーチャーで大輔がシャーがトイツとなりました。これちょっと難しいところですね、ここですね、分岐点。あの手から例えば3巡目に誰かからリーチって言われて戦うの嫌だもん、ね、いやいやいや、嫌ですよ。さあ嬉しい G1 が入りました。これはどっちですかね、縦か横か。横でしょうね、横ですか。イーペイコーとかもありますか。リャオマン、とりあえずリャオマンと思ってますね、はい、1枚リャオマン、リャオマン引いちゃえばもう形は簡単ですから、ね、ですね、固定される。あーちょっとブレた、これはリャンゾーですか。うん、久し見てる場合じゃないね、リャンゾーでしょうね、はい。さあサルカはまだこちらの手、はい、ただチートイとかリャンペコもあるからね、はい、嘘先打ちはできないと思うから早めに1枚引いて形決めてもらわないとでどこで思ってますよね、はい。いやそんなこんなで大輔がパワーワンを統一にしましたよ、うん、はい、うん、統一が増えそう。シャ、あ、シャー切りました。さあ1枚切れのシャー、さあリャンゾーも1枚切れている、これ面白いね、リャンゾー1枚切れてますからね、はい。いやじれる、高木さんじれる、ね、じれますね。あのせめていいシャンテンにならなくてもいいから形決まってくれと思うけどね、はい、ああいう時ね、まあ、大好きいいシャンテンまで来たぞ。どうだ、うわこれでもいいシャンテンですよ。これは数ピンか6ピンとりあえずね、はい、決めていいシャンテンに取りながらどちらがジャントを決める形ですよね、はい。このチーピンは大輔が欲しいチーピン、
一応あれですか、はい、あのリャンピンが2枚パーピンが1枚切れだったんでウッパピンの方を残してリャンピンは拒否しましたね。はい、ああ違うな。でもまあまあローピンですか、まあ、ローピンですか、ね、はい、このでもチーピンこれね結構回収できたのいいですね。いやただチートになったら打つしかないからね。そうかそうですよね、失礼しました、あぶさあ先ほどリャンズを切ってるのでジャントがない。うわこれはちょっとチーピン包丁とかになったら事件だから、ね、事件ですね。これもう決まってほしいですね。ここでどっち、ああこれで決まった。さあこれでリャウマンの街となりまして、はい、これリーチですか。さあリーチいきました。まあ3個になるよりこっちの方がいいよね。いいですね、はい、これでチーピン引いてもセーフです。え、これ何？リャンマン全山じゃないの？はい、なんとリャンマン全山、ウーマンも結構残ってます。3山？ウーマン2山？2山か、失礼しました。5山、なんか万の字が見ると全部リャンマン、はい、いや、これリャンマン積もったら、ま、ただ大輔もこれでテンパイ、まあ、でもチーピン、缶チーピンですね、はい、まず、うん、ソーズです。一枚あるのが怖いね。怖いですよね。報酬はないけど。はい。積もられる時がありそうってことですもんね。剛腕ぶり何度も見せてきてますからね。はい、ウーピンここに一枚ですかね。ウーピン引いてスーチーピンになる可能性も全然あるってことですもんね。うん、さあ、秋考えています。難しいですよね、はい、高木さんのリーチはもう今回レンジが広いので、はい、高いとは限らないんですよ、はい、親剣キープの、ね、リーナミとかありますね、はい、足止めリーチ系のリーチも全然ある局面なので、はい、ただまあ今回は本手なんでね、実際高いんですけど、そうですね。さあリャンワン引きたいところではあります。リーチ積もタンヤオイーペイコと打点は十分。さあウーマン切りそうですかこれ。切らない、ウーマンは切らなかった。ウッパーマンが嫌だからかな、はい、リャンマンなら打ってたかもしれないですね。リャンマン方面ならリャンマンならなかなかあのね、やっぱりし直すの大変ですからね、はい、しかもパーピンもワンチャンスなだけで現物ではないですからね。お帰りなさいしました。関数マンです。関数マンゼロだね。はい、さあ数マンここに2枚と高木の手に2枚ってことはリャンウーマン強いですか。結果どこ行ったの？いや分からないですね。ちょっとまだ見えないです。リャンマン3枚ウーマン1枚です。はい、さあスーピン引いてきてスーピンを手から出す形と見せました。大輔リャンマンいます。あーリャンマンいた。さあリーチツモタンヤオイーペイコ3900オール。これはいよいよ折りなしの上になります。はい、これが先ほどおっしゃってたやつですね。全部いきますね、親番落ちるまではね。はい、このリャンマンツモ嬉しいですね。いやもうトップはだいぶね、はい、固くなりましたから、はい、サルカーさんも別におらずね、浮きは欲しいけど強引にあトップ狙う局面じゃないので。さあ速報が出てきました。さあ伊藤哲也がですねプラス80になってしまっているところと、おお、サルカーさんがあ80から4万、今現状4万2000点ということですね。なるほどなるほど、はい、立川さんとトップ3着を作ってる、はい、233になってきたので、こちらどうね入れ替わるか分かんなくなってきましたよ。満点今30ポイント以上縮めてるんで、はい、結構近くなりましたね。はい、あと15ポイントぐらいの差しかね。さあここにね高木が食い込めるかどうかというところが、ね、この親番にかかっています。この残球オールで可能性が出てきましたね。はい、2着ね、この2着が誰が取るのかというところが今現存三つどもえになりそうではあるというところですか。うん、まあ昇級最後の一勝ね。はい、そんなこんなで猿川はもういい射点でしたね。今回のドラがトンとなります。一つ目の椅子にはねもう、はい、王様がデーンと座ってますからね。現状今この2万1000でも200ポイントとプラスになっている、もうまさに王様と酒をもていみたいな状況になってますか。そっち系の王様なんですね。はい、暴君じゃないですかそれはもう完全に。暴君でしょう、まあ、マージャン的にはね。さあ秋もなんか面白い点の、はい、マーズの方に寄っていくかどうかというところ。まあただもう秋さんも昇級見る状況じゃなくなってるから、
強引にメンチンには行かない可能性の方が高いけど、はい、でも最後の一勝負っていうのはあるかもしれない、ね、ありますね。さあ王様来ましたよ、イーシャンテンまで来ました、チートイツの最後の一勝負。でもアキさんタイプ的にしないような気するな、はい、もう受け入れて安全に残留しますよという方に行かなかった、行かなかったですね。この9番を泣くということはもうね、こっちですね、まだ諦めてない、ね、はい、うわ嬉しい、これ嬉しいですよ。関数層が入りました、イーシャンテン。さあ猿川もイーシャンテンだ。猿川さんはでもリーチ必須の点になるから勝負リーチが入りそうだね。はい、さあこれで満髄と自敗だけになった自分の手牌。高木はどうでしょうか。チュン、あ、これテンパイですよ。どうしましょうか。これは勝負リーチの手じゃないですか。寒いけどね。はい、そうね。怖いけどやっぱ浮きは欲しいからね。はい、猿川さんはね。さあ猿川リーチとなりまして、リャンソーの町ですね。リャンソーここに2枚。なんせ親番が多分よっぽど手悪くない限り降りない局面なので、はい、これをリールに。この嘘。いやーほっとするね。これはほっとする、はい、猿ちゃんね。さあこれが上がれましたと、リーチ1300から1600の上がり、うん、もう公式ルールのリーグ戦の勝ち方の基本ですよね、はい、この親番はほぼ折りなしなのは猿川さんも分かってるので、はい、一歩間違うと親と対マンになんなきゃないわけですからね。そうですよ ね、はい、いやだなそれは、はい、さあこれですね、最終節のこちらセレクトタク、うん、オーラスとなりました。ドラが E1、 猿川の親番です。700点、いやもう一上がりはないとダメか。はい、さあ現状700点、横移動で終わってくれる分にはね、はい、猿川さんいいでしょうけど、もうゴッドツモでも嫌ですもんね、うん、さあ現状高木がですね1着で46500点、秋と大輔は200点差。なかなかないんだけど、はい、誰かにね闇点でツモって言われたらね、はい、ツモの見えって思うよね。あ、思いますね。強く思いますね。ドライドなって。ツモ三本五本か400、700はせ、あ、ピンズも OK だ。ピンズも OK ですよ。ピンズも OK だ。はい。47までって思うよね。頼む。そっかそっか、三本300、500はあんまりないけどね。はい。役なしはみんなリーチ来そうだから。ただ。400、700はあるよね。ピンズのみはやめてになりそうですから、ね。はい。そう、高木がこの白泣いていきました。高木はもう打点もねそこまですごいいるわけではないから、まあ、もう親番ないんでね、打点にこだわったところで、はい、漫画上がっても8ポイントしか増えませんからね。祈りが通じる、あら、さあ高木マンズに寄せていきました。うん、親番残ってるとね、はい、当然あの次の親番でいっぱい稼げるようにするためにいっぱい点を持ちたいっていうのがあるから、はい、高くするは全然あるんだけど、ここはねもう上がるか終わりなので、はい、漫画上がっても8000点以上にならないんでね。そうですね、8000点取って次につながることがないので、まあ終わらせる方が基本ではありますけど、はい、まだまだこれ点数を加点しにいって3回戦4回戦にかけてるってとこですか。うん、そうね、はい、まあでもこのままね、例えば終わらせて、まあ休憩行くときに絶対立川さんの展望を見ていくはずですから、はい、立川さん23000点、んまだあるなとか、はい、思いますね、いう感じにはなるとは思うんですけどね、はい、さあ秋は想図が多い、まずきた自敗のどれを処理していくか、シャアは1枚ぐらい、このシャア泣いていきましたね、秋が泣いていきました、うん、シャアちゃんの秋はこれ一品切りですか、はい、ドライラの本質なんでね、はい、例えばこういう条件戦じゃなければプレッシャーかけてとかいろんなあの戦術はあるんですけど、ありますね、はい、ここは条件戦なんでね、その戦術があんまり役に立たないんですよね。なるほど、だって言ってみれば猿川さんは痛いかもしれないけど、はい、どうせ積もられれば沈むじゃない。そうですね、で大輔さんと秋さんに関しては8000って言われても痛くないわけですから、ね、はい、さあ今泣きが入ってる2人はこの形まだまだ手は遅そう、猿川一歩前進だ、いいシャンテンまで来たぞ、この何を切りましたか、うん、さあ何切りました、1枚切れの何、はい、さあ泣かれず、
高木さんも漫画にしたくて厄介3つ残してんだもんね。はい、ね、アンテパイじゃないもんね、残してる時代、ね、ですね。さあトン初ペイが残ってる、ペイ重なった。これでドラを引けなくても漫画の材料はできましたか。はい、さあトンも切っていったぞ、うん、とにかくあの1000点を3900にするためにこんなに苦労するのは何の意味もないんでね、はい、ここまでやったからには漫画が欲しいっていう手順なので。そうですね、ドラが欲しいかペイを泣いても OK となってきた。うわっ、はい、あパーマン下げ、さあ失礼しました、パーマンまだ転敗ではございません。ただイーマンドラなんでね、はい、ローマン引いてイーマン切りがそれほど魅力ないから、チーマン切りもあったけどね。はい、ありましたね、パーマン1枚残ってるから、ね、はい、一気通過も見えるところではありましたが、カンロースを引いてまたいいシャンテンか、うん、ただチーマン切ったところでね、はい、神茶に4枚目のパーマン打たれた時にさ、もうマンズ3枚回ってる人に対して、はい、チーしてウーマン切る価値あんのかってはなるよね。そうですね、あの自分で引いた時はめちゃめちゃ価値あるけどね、はい、チーしてまでパーマン押す価値あんのかなっていうところですよね。ちょっと気持ちにはなりますけど。そして秋が E1 を引いてしまいまして、この E1 をどうするか。まあ今はペイと E1 両方ありますからね。そうですね、これサルちゃん一番いいパターンあるね。ありますね、全員の点、はい、いやでも大輔さん点牌入れてきそうだな。さあ大輔はいいシャンテンまで来ている。さあそして点牌した時にこのリャンワンなんか切ったらですね、高木も泣いて高木も点牌できる、うん、ああまたマンズだ、これはもう想像切っていく。さあギブアップ、はい、さあサルカいいシャンテン点牌、ちょっと切ったね、はい、ウーマンの方切りましたか。これ転敗ですよ、今ウーマンがちょうど切れました。ちょっと単品3色じゃない、はい、二刺しの3色見えてますよ。いやリーチしようとしてんの、それはあーリーチはなかった、だって切るのはウーマンしかないわけだからですよね。考えてた理由はリーチってことですか、うん、さあ数層高めの数層ここに2枚、えまだ山に2枚残ってますね。そっか、リーチして積もんないと浮かないんだね、はい、大輔さんはね。さあイーソは今現状山にはないので、数層高めの数層が2枚残っている。アキさんイーソとかは危なそうだね。はい、このサルカーがね数層引いてもイーソ当たりになってしまう。うわ、これイーソ補助になるとサルちゃんにんまりだね。ならない、打たな、打たなかった。あー1個横、サルちゃん数層とか使んじゃダメよ。ですよね、まあイーソーと変えますけど、はい、高めではないんだけど。さあこれでですね、サルカーのつまもんこのチーピンね、当たれない、当たれない、あテンパイ、あテンパイされた、これは嬉しいテンパイ。これで3人テンパイとなりましたか。3人テンパイ聞いてないね、聞いてないですね。2人じゃねえのかよって話ですよね。1700浮きだとやっぱり積もられても結構沈む、ね、まだまだ沈むとこにいますね、うん、さあ3人転敗、サルカーと鈴木大輔と高木の転敗で2回戦オーラス続行、サルカーの親番です。第4局一本場、今回のドラがシャーとなります、うん、まあこの一人の点で秋さんは今季は終戦でしょうね。はい、今のところが分岐点と、おギブアップじゃないですかね。はい、さあサルカー一メンツにドラのシャアが1枚、ワンちゃん2回で100以上勝たなきゃないからね。はい、さあ高木の手はこちらチュンが統一、メンツはありません。さあ大輔も一歩前進、これでメンツが一メンツできました。高木はどうでしょうか。先ほどね点数を高めてね手を高めていきましたが、うん、まあまあ、はい、さっきああやったので今回もやるんじゃないですかね、うん、さあこの中泣かなかったですもんね。一応一人浮きにしてもね、はい、まあ、高木さんにしては、うんうんうん、サルカーさんが直体の相手だったらもちろん大きいんだけど、あそうです、ね、一人浮きにすればね、はい、ただ高木さんの相手はあくまで別宅の立川伊藤哲也さんですからね、
なので一人行きになってもそれは高々4000点なんですよ、はい、どこまで行ってもね、うん、なのでそんなに一人行き猿川さん沈めてやろうっていう曲でもないとは思うので、はい、純粋に素点が欲しいんでしょうね、うん、自分のね、うん、点数を上げていく作業になりそうということですね。さあこれで統一3と1と選択していく、これはローソー前順に数層も切っている、うん、刺さるか一歩前進だぞし、虎のシャアをどうするか。シャア切るなら早めに切りたいけど、ここで切れないとなかなか切りづらいね、天敗打敗にしようとすると結構狭いもんね。そうですね、はい、これも考えてます。このローアンを先に切りました。シャアも秋にも1枚、ここにも1枚ですね、高木にも1枚。ローアンってなんですかね。いやローマンちょっと僕も何を決めたのか、あの想像がいいから三族つけば強いよねは分かるんですけど、はい、それはあのリーチ行く人の手順なんですよね。ですよね、まあ、闇点で先手上がろうっていう人は、はい、闇面でくっつきやすい方を純粋に残せばいいじゃないですか。そうですね、乱造切りでいいですよね、うん、さあどうくっつくのか見たいところ。さあ何を持ってくる、これは急走切り、少し考えましたが急走切りとなりました。基本的に待ちとね、はい、捨て牌を合わせるタイプの打ち手っていうのは、はい、っていうか手順っていうのは、はい、リーチ手順なんですよ基本的にはね、はい、リーチして積もりやすいのはこっちでしょですね。そうですね、打ち方なんで、はい、おお見事、うまいね。さあ天敗まで来ました。あ、こっちも天敗、いつの間にかシャッキってた、ね、これリーチですか。リーチ行きました。やっぱりリーチ手順、ね、手順というそういうことです ね。さあサブローピンの待ち対ウッパーピンの待ち、いやこれサルちゃんどうすんのかな。ウッパーピン、ここにパーピンが3枚、ちょっとウッパーピン薄そう。パーピン残り1枚ですかね、ウッパーピン。いや、あい、筋とあり行きましたか、ね、局面的には折りはあるんだけどな。さあこのサブローピン戦い1対1です。いやでも猿川さん折りはありますよ。ありますか。あのちょっとお祈りタイムになっちゃうけどね。そうですね、積もられてどのくらい高いかは積もんないで、はい、お祈りタイムとはなりますが折りありますか。さあ町はサブローピン対ウッパーピン、この数層ウソが3巡目、この数層行きました。すげえ怖い数層ですよね、はい、行きましたね。あ、絶対ないのか、ローマ1枚しかないんだ、はい、1枚しかないんではまだ折り切れないってことですね、うん、E ピンも一応まだ切れますもんね。 E ピンも一応2枚あるのか、うん、じゃあ次あたり折りがあってもおかしくないけど、はい、ただサルちゃんの性格から言って全部1個もあるから、ね、ありますね、はい、現状ローピンで当たってしまった場合であれば1300から1600メンピンじゃない、失礼しました、ピンがついてました、はい、ローピンでもダメでした。ローピン積もられればセーフなんですけど、はい、先ほどおっしゃってた宝珠は全部アウトです、はい、失礼しました、ピンフがついておりました、大変失礼しました。ただサブローピン打つことないもんな多分。そうですね、この形残ってんのどっち、3ピン、ローピンの方、ローピンの方が残ってます。ローピン引いたら、まあ、E ピン切るか G ピン切るかするもんね多分ね、はい、現物の E ピンではあります。ただパーピンもまだ1枚残ってはいる。ここね、猿川上がれれば23,900も耐えれる点数まで来ますか、うん、実はこれは切られてないけど筋の牌、ただ高木さんとか秋さんが2人ともね、ショップしてる、はい、来てるようじゃなければ、はい、猿川さん最後折りがあるんだよね。そうですね、同点にしておけば、はい、浮きはキープできますからね、はい。うわ、パピなくなった。あの昇級狙ってる人には絶対ありえないんですけど、はい、親番流して降りるっていうのは、はい、さあパーピンの缶が入りました。なおさら降りたくなる、ね、なおさらですね、これでパーピンがもう見えない。あ、これは降りるんじゃないですか、はい、E ピン、スーピン、チーピン、ローマン
いっぱい切れるからね、うん、はい、これはいいピンを切っておりという形となりました。お祈りタイムに入って、はい、なんと積もられても6ピンだけだから、ね、そうなんですよ。セーフとセーフとなりました。これで背底も消えたんだもんね、はい、噛んでね。これでいろいろいい条件が揃いましたね。積もられても大丈夫、E1も切れることが分かりました、はい。まサルちゃん自体はそれを知らないからドキドキですけどね。そうですね、おいまだお祈りタイム中ですね。だって積もって言われたら沈むと思ってるでしょ、多分ね、はい。でもサルカーさんが入っていくか、これが背底の背となります。これでオーラスが終了しまして、大輔の一人転敗となりました。サルカー残りましたね、これで、はい、一人転敗となりまして、2回戦終了となります。1着から高木、2着に猿川、3着鈴木大輔、4着秋の順番となりました。これで2回戦終了しまして、続きまして3回戦です。